続いてですね、ここでメンバー紹介をしたいと思います。私たちカルテット名の YMDA はメンバーの名前の頭文字から由来しておりまして、実に分かりやすいネーミングでですね、評判ですね。皆様の命名の際はぜひご利用いただければと思います。はい、ではまずですね、こちらの一番大きな楽器バリトンサックス大きな楽器、身長も一番高いんですけど、大きな楽器バリトンサックス、ゆきちゃん Y です。ご覧のとおりですね、先ほどの身長が高いと言いました、スタイル抜群の素敵なお姉様なんですね。でも、中身は時々おじさん化してですね、周囲をこう笑いの渦に巻き込むんですけれども、練習中は特に迷惑、要注意人物ですね。続いて YMTM ことテナーサックスめぐみちゃんです。出会った当初から年齢不詳で、今もちょっとよくわかんないんですけど、教えてもらってないのに、だいたいこれかなと思うんですけど、ちょっと違うのかなみたいな。はい、YMTA のリアクション選手権グランプリの意味を持つ、はい、お姉様です。はい、続いてですね、YMTA の T、私、ともよですね、よろしくお願いします。アルトサックス担当です。特に面白いツボはありません。はい、では最後にですね、先ほどのこっそり楽器を持ち帰っておりましたアルトサックスと、続いて持ってますソプラノサックス担当、英子とあさみちゃんです。 IMTA のリーダーであるですね、脱線した練習を引き戻し役ですね、非常に頼りになるんですけど、時々会話見る天然ぶりが面白くて癒されておりますメンバーは。はい、そんな4人でお送りしております。はい、お送りしておりますね。はい、続いての曲を紹介したいと思います。はい、続いてお送りする曲はサソリ座の女です。三河健一の代表曲で、実は私サソリ座なんですけど、サソリ座という方、意外とお一人でした。はい、サソリ座2名で今回を、はい、お送りしたいと思います。Thank you.
はい、ここで衝撃の事実が、マイクがオンになっておりました。これはもう私のミスでございます。なんか響くなぁと思ってたら、マイクの生の醍醐味ですね。はい、失礼いたしました。続いての曲が最後になります。私たちはですね、普段このように元気と笑いをモットーに、自分たちが楽しんで演奏して、こういった、ね、機会をいただいた際には聴いてくださる皆様を巻き込んでしまおうと、外でも楽しい雰囲気と一生懸命な姿を、感じていただけたらと日々練習に励んでおります、そんな私たちはですね、明日単独コンサートを開催いたします。拍手がないんですけれども、ありがとうございます。はい、明日2時からですね、埼玉の北戸田にある芦原小学校というところで開催いたします。今日の演奏でですね、うっかり私たちに興味を持ってしまったという方、3連休の最終日、最後に予定がない方、ぜひですね、お越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、お送りいたします。本日は本当にありがとうございました。